It's time, 9 p.m. You are listening to 88.8 Smoking Radio FM. You go sexy. My music, my life. Good evening from Radio Kawagoe, and welcome to My Music, My Life with me, Yuko Sexy. And guys, how's your weekend? Do you feel tired or refreshed? 改めまして、皆様こんばんは。日曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか？ 88.7MHz FM ラジオ川越。この時間はサックスプレイヤーの UKO ゆうこサクシーがお届けしております。My Music, My Life 第3回目の放送となります。この番組は主にインストゥルメンタルミュージックとオートバイについて熱く語る30分間、どうぞよろしくお願いいたします。またですね、番組の公式ツイッターアットマーク UKO アンダーバーラディオがありますので、ぜひそちらもフォローをよろしくお願いいたします。はい、ということで5月です。もう5月もね、後半ですけれども、5月といったらきっとですね、1年で一番バイクが気持ちいい季節なんじゃないでしょうか。いかがでしょうか、バイカーの皆さん。まあでも5月はね、本当に気持ちがいいのでお外に出たくなりますよね。私ももう毎日のように日向ぼっこしたい気持ちはあるんですけれども、ただいまね、絶賛新しいアルバムの制作中でして、もう雨でも晴れでも関係なくほとんどの日をスタジオのね、もう日の当たらないところで過ごしてるんですけれども、やっぱりね、好きなことやってても疲れるときは疲れる。もう疲れたってなったらバイクってなるんで、もう今日もですね、実はお昼ずっと、神奈川県の宮ヶ瀬の方に行って、初めて今日はソロ2って言って一人で、行ってきました。気持ちいい。これはね、本当バイク乗ってる人だったら誰もがね、この気持ちはわかると思うんですけれども、はい、もうちょっとしたらね、梅雨が始まってしまうので、あと何回かね、やっぱり気持ちいい時期に気持ちいいことをして過ごしたいなと思います。そんなわけで5月はですね、何本か地方と東京とライブが入ってたんですけれども、やはり伸びに伸びまくっている緊急事態宣言の関係で全てライブが潰れてしまいましたね。悲しいです。もう早くなんとかならないですかね。ここで一通メッセージ読みたいと思います。黄昏たーさんさん、ありがとうございます。今回は怒涛の暗黒青春編だとか、まるで大河ドラマ、絶対聞き逃せない、ありがとうございます。自分でも聞き直したんですけれども、意外とそんなに暗黒でもなかったですね。まあよくある話っちゃよくある話でございました。本当はですね、5月の最初の回で、ゆうこサクシーのこのプロフィール、1回で終わる予定だったんですけれども、結構こと細かくやってしまいましたので、もう5月は全部使って、ヒストリーオブゆうこということでお届けしたいと思いますので、ぜひお付き合いお願いいたします。今日はですね、20代後半から30代行きたいと思いますので、番組の後半お楽しみに。また My Music My Life のアーカイブがですね、ゆうこサクシーの YouTube チャンネルで聞けます。ラジオカーゴよりはですね、ちょっと著作権の関係で音源がちょっと短くなってるんですけれども、ヒストリーオブゆうこ最初から聞きたい方はですね、ぜひともゆうこサクシーの YouTube チャンネルチェックしていただければ嬉しいです。ということで、ヒストリーオブゆうこ、後半の後半戦行ってみたいと思います。
そういえば人生で一番最初に音楽で稼いだ日、未だに覚えてるんですけれども、ちょっと戻るんですけれども、確かね18歳か19歳の頃なんですけれども、場所もめちゃめちゃ覚えてるんですけれども、埼玉県だったんですよ。埼玉県の、北戸田駅だと北戸田美女木ジャンクションの近くにですね、フィリピンパブセピアっていうところがありまして、当時一緒にバンドを組んでた子がどっかのね楽器屋さんかスタジオでよくこうメンバー募集とかの張り紙があるんですけれども、そういうところでなんか演奏者募集みたいな、チラシを見つけてきて、これみんなで行こうよって言って、みんなで何人いたかな、 4,5 人の楽器できる子たちで、私のちっちゃいちっちゃい軽自動車にね乗っかってですね、この北戸田に行ったんですけれども、始まる時間が夜12時からで、で行くとですね、陽気なフィリピンのお姉さま方がね、あのディスコソングを、かけて踊ってるんですね。で我々はそのかかってる曲に合わせてなんか適当に演奏するみたいな内容で、12時から朝始発ぐらいまでそれをやって、なんかよくわからないうちに終わっちゃったんですけれども、その時のねギャラいくらだと思いますか？人生で初めての音楽で稼いだギャラ、1人2000円でございます。記念すべき人生初のギャラは2000円でした今となってはいい思い出ですけれども、本当に朝ねもう眠い目をこすりながらみんなを駅まで送ったという、楽しい思い出があります。まだあるのかなセピア。それと20代の前半は結構ローディーをやってまして、ローディーっていうのは、まあお付きの人っていうか、私はスタジオミュージシャンだったサックスプレイヤーの方にずっとついてたんですけれども、それこそそうですね、車を運転するところからやったり、楽器を運んで楽器を組み立ててとか、あと一緒にスタジオに入って、曲をもう間近で聴かせてもらって勉強させてもらったりとか、楽譜をよく見て音間違ってないかとかチェックしたりとか、もうとにかく何でもその人にお付きになってついて何でもやるみたいな、そういう仕事なんですけれども、でそこからそのミュージシャンの方に少しお仕事をいただいて、当初、私が一番やりたかったスタジオミュージシャンという仕事を少しやっていました。皆様が知ってる人ですと、まあ、氷川きよしさんとかですね、結構ね演歌もあの私、レコーディングに参加させていただいておりました。ここで一番最近レコーディングに参加させてもらった曲を紹介したいと思います。ヒップホップシンガーのマンズーさん、はい、先月リリースされたばっかりの曲です。聴いてください。 OK, so now let's kick off the show with this track right here on Manzu Sleeping on the TV. ここで終わりじゃないんですよ、この曲は。実はねまだちょっと続きがあるので、気になった方はぜひともマンズーで Apple Music や iTunes、Spotify など音楽配信で調べてみてください。22歳の時に初めて海外で仕事があったんですね。上海モーターショーといって、まあ東京モーターショーの上海バージョンだったんですけれども、そこで生まれて初めて一人で飛行機に乗って上海に行ったんですけれども、その時は、三菱自動車さんのブースで演奏するっていう仕事だったんですけれども、この仕事をきっかけにですね一人旅大好きになっちゃったんですね。ここからやっと、先週の話に戻りますけれども、確かね26歳ぐらいだったと思うんですけれども、急に全部仕事を辞めました。
やめて何をしたかというと、日本一周の旅に出ました、かなりね急ピッチな旅だったんですけれども、車で約1ヶ月かけて日本を一周しながら、大きな都市でストリートライブをやるという生活をしました。旅の前半に北海道があったんですけれども、途中でなんか30キロ以上オーバーしたらしくて、免停、一発免停を食らって、もう最初から出だしから泣くっていう事件がありましたけれども、まあなんとかね無事完走したんですけれども、まあね1ヶ月厳しいです。もうほとんど移動で終わったって感じなので、今ねちょっと考えてるのが、私40歳になったら40歳記念でバイクで今度はね一人旅、もう一回ちゃんとじっくり3ヶ月ぐらいかけてやりたいなと実は今から計画してるんですよ。でですね、日本一周したら今度はなんか海外行っちゃいたいなみたいになって、その後すぐ海外一人旅バックパッカーをやります。でもねビザなしなんで、最大で3ヶ月しか放浪できないんですけれども、まずは3ヶ月行きました。最初はね確かハワイに3ヶ月行きました。当時ね花粉症がひどくて、もう花粉症からどうしても逃げたいっていう気持ちが強くて、ハワイだったらきっとスギ花粉ないだろうと思って、もう逃亡のように行きました。ハワイといってもですね、あのオアフ島、マウイ島、カウアイ島と3カ所を巡って、ホームステイしたりしてたんですけれども、でワイキキではですねほぼ毎日のようにストリートライブをやっては、チップをもらったりしてましたね。面白いところでですね、なんかやっぱ日本人の観光客の方が多かったので、日本の方がコンドミニアムとかで泊まってた方だと思うんですけれども、あのもう帰国するからお米とかが余るんですよ。そうするともうそのまま米を2キロとか3キロ持ってきて、私のところにこれもう必要ないからよかったらもらってみたいな感じで、チップの代わりに入れてくれたりですね、あと結構ゴディバのチョコレートの前で演奏してた時があって、そのゴディバの店員さんが最後にチョコくれたり、あとたまにね警察の人にねこうはいやめてくださいみたいに回ってくるんだけど、たまにすごい素敵な警察の方がいて、あやばいまた止められるって思ったらですね、ビューティフォーとか言って20ドル入れてくれたりとかね、結構ね素敵なあの思い出がたくさんあります。そしてビザの関係で一旦日本に帰国するんですけれども、またすぐ、旅立ちます。今度はですねヨーロッパを回る旅に出ます。ここでねかなり事件がね起きましたね。ヨーロッパはね初めてじゃなかったんですけれども、以前ねイタリア行った時もですね、行く前に家族からスリが多いから本当にお財布とパスポートだけは気をつけなさいって言われたのにもかかわらず、まんまとお財布全額、すられましたっていうのがあったのにもかかわらず、私はですね懲りもせずですね、またイタリアで大事件がなんと2日にわたって勃発しました。イタリアのですねシチリア島、皆さんもちょっと聞いたことがあると思うんですけれども、イタリアの中では南の方のとても穏やかなところなんですけれども、私もですね憧れがあって行ったんですけれども、日曜日でバスを待ってたんですね。でもなかなか来なくて、バス停に時刻表とか特にあるわけじゃないんですけれども、でもまあ日曜日だし全然来ないんですね。でしょうがないなって思ってた時にですね、私の前にバイクが止まったんです。1台ので、若い男の子が乗ってて、で乗りなよって言うんですよ。
まあこの時点で怪しめよって感じなんですけど、それまでもね結構いい人がすごく多くて、ヒッチハイクもね何にも問題なく来たので、やった助かったわと思って、あちょっと隣町のスーパーに行きたいんだよって言ったら、あいよいよ乗せてやるよみたいなことを言ってるのかと思ったの私は。その子はねちょっとあんまり英語ができる感じじゃなかったんだけど、とりあえずそういう風に捉えちゃったの私は。よっしゃと思ってまたがりました、ノンヘルで。しかもなんか B さんだし、ペラペラのワンピースで、で後ろに乗りました。で発車しました。そしたらですね、最初普通に街中を走ってたんですけど、だんだんなんか山の中に入っていくんですよね。人里が離れていく、そして降りられない、これはまずいぞと思って、とりあえずですねその男の子がねなんか山の頂上ぐらいに着いたらすごい笑顔で、着いたよみたいなこと言うんですよ。これはやばい。この話の続きは次週お楽しみに。ゆうこセクシー My music My life。 僕の私の可愛い愛車コーナー。このコーナーではもっとバイクを知りたい、ツーリング仲間が欲しいと常日頃からうずうずしている初心者ライダーの私ゆうこサクシーが、バイクってとっても楽しいんだよということを一人でも多くの方に知ってもらうために、バイク大好きな方にご登場していただきまして、ご自身の可愛い愛車を思う存分 PR、 たくさんの方にバイクの良さを知ってもらおうというコーナーです。先週はまずは私の紹介だったんですけれども、今日はですね、私のバイクツーリング仲間、湘南純愛組のメンバーの一人、ペンギン丸さんにお越しいただきたいと思います。彼女はですね私と年が一つしか違わないんですけれども、まあ素晴らしいドライビングさばきでですね、もう私なんかはですねいつもいつもこう無知で叩かれ、もうちょっと早く走れるよ、もうちょっと早く走ろうか、ゆうこちゃん頑張れ頑張れっていう感じでですね、もう必死になって私はですねついていく感じになってるんですけれども、この湘南純愛組っていうのは今メンバー3人いるんですけれども、インカムで3人でつなぎまして、私が真ん中でですね走ってる最中はもういっつもゆうこちゃんもうちょっとアクセル回そうか、もうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って、後ろから煽られるよ、もうちょっと頑張ってっていうのをずっとその繰り返しで、もう私は常にはいはい、か風風風がみたいな感じで、そんな感じがもう1ヶ月以上続いております。そんな鈴木 ST250 に乗っているペンギン丸さんのインタビューを聞いてください。 Alright then let's go。 はい、お名前はペンギン丸です。ペンギン丸さんかわいい。お住まいはどちらですか。神奈川です。はい、職業は介護職やってます。はい、ペンギン丸さんのバイク歴を教えてください。バイク歴は17年。結構乗ってるね。そうなんだ、はい、今乗ってるバイクの車種は何ですか。今ね ST250 ってことは、うん、普通自動二輪の免許を取ったってことですかね。そうですね。免許はいつ取ったんですか。2年前。2年前ぐらいか、うん。好きなツーリングスポットどこですかね。あんまりツーリング行ったことないんですけど、やっぱ山道とか楽しいなって。ワインディングロード好きかな、そういうこと。いやー、うん、私はちょっと怖くて早く走れない。あ、ちなみにもう一個ちょっと、うん、質問なんだけど、はい、の ST250 の決め手は何だったのかなと。なんかね、あの形が良くて、あ、なんていうんだっけ、あれストリートっていうかクラシックっていうか、なんていうんだあれは、ロード何タイプっていうんだろう、なんだろう。ちょっとオールドタイプっていうかね、うん、ザ・バイクみたいなね、うんうん、私も
同じような感じだもんね私とね、うんうん、そうそう、それでオレンジがヒットしたオレンジ感あるよねめちゃくちゃね。ヘルメットもねオレンジで揃えてね。そうそう、うん、理想のバイクデートはどんなんですかね。バイクデート、うん、まあでもなんかどっか、うん、なんだろう、景色を見に行ったりとか、うんうん、まあ、海に行くのは今理想です。海、うん、それは夏になったりとかしたらツーリング的な、ツーリング的だと。海か、風が私も行きたいけど風がなんかすごいって聞くよね、やっぱ海沿いはね。うん、ね、あれ、そうって、ね、そんなことない、そんなでもない気が、でも行ったことない。なるほど、うん、じゃあ今後、今年は海デート心がけていきたいと思う感じですね。そうですね、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございました。ペンギン丸さんにはですね、番組オリジナルステッカーをプレゼントしたいと思います。僕の私の可愛い愛車コーナーでは、主にゆうこ作詞のツイッター、インスタグラムのバイク専用アカウント@ゆうこバイクで相互フォローしてくださっている方の中から、素敵な投稿されている方にお声をかけさせていただきまして、インタビューしていきたいと思いますので、ぜひとも@ゆうこバイクをフォローしていただけたら嬉しいです。以上、僕の私の可愛い愛車コーナーでした。サックスプレイヤーゆうこ作詞がお届けしております My Music My Life、 そろそろエンディングのお時間となりました。次回5月30日がですね、ヒストリーオブゆうこ作詞の完結編となるんですけれども、果たして生きて日本に帰れるのか、まあ今ね、今こう喋ってるんで生きてるのは当たり前なんですけれども、文明開化みたいな感じかな最後は。お楽しみに。ここで一つですね、インフォメーションがあります。私の母校埼玉栄高校吹奏楽部なんですけれども、第45回定期演奏会のご案内があります。6月5日の土曜日、場所は大宮ソニックシティ大ホールになります。昼の部と夜の部と2つあります。昼の部は会場12時30分開演13時、夜の部が会場17時、開演17時30分となります。詳しいお申し込みなどは埼玉栄高等学校吹奏楽部のホームページをご覧ください。そしてそして、今私はですね、絶賛クラウドファンディング中でございます。もうすぐ締め切りなんですよ、実は。最後がですね、6月9日までとなっております。新しいアルバム、セブンスエストレアというロック中心の、というかロックのアルバムになります。エストレアという名前でね、ちょっとピンときたバイク好きの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、限定グッズなんかもかなりかっこいいので、どのリターンもですね、損はないはずです。はい、かなり自信を持っておすすめできる1枚になると思います。今絶賛レコーディング中なので、また少しずつですね、状況を報告していけたらなと思っております。キャンプファイヤーというクラウドファンディングからやっておりますので、ぜひともぜひとも皆様、ウェブサイトちょっとチェックしていただけたら嬉しいなと思います。6月の9日までです。よろしくお願いいたします。この番組では皆様からのコメントをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ UKO ラジオでつぶやいていただければ、番組内でピックアップしていきたいと思います。またゆうこ作詞公式 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube チャンネルもやっておりますので、ぜひともフォローやチャンネル登録していただけるとありがたき幸せでございます。それとですね、時間が遡ってしまうんですけれども、日曜日の夕方5時からラジオ川越、小川和正の釣りバカ仕事人という番組で、ゆうこ作詞はアシスタントと番組内の音楽も担当しております。実はこちらの番組の方がですね、私の曲がかなり流れますので、ぜひともチェックしてほしいなと思います。 Alright、 それでは皆さん、また1週間乗り越えて
日曜の夜9時ラジオ川越でお会いしましょう。お相手はサックスプレイヤーの UKO 優子作詞でした。Thank you for listening to My Music, My Life on Radio 川越。See you next week. またね。